ってきます。もうあいつったら。ごめんねエミ。とにかくキャピタルまで走ろうよ。うん。あ、君は。ありがとうございました。遅刻しそうなところを助かりました。早速アイチがお世話になります。構わない。ありがとう。今日はいいファイトをしようね。ああ、にしても大会の日に寝坊とはね。うん、昨日はなかなか寝つけなくて。当然でしょ。あんな時間まで起きててずっとデッキの調整してたんだから。見てたの、エミ。あいちったら。明日もよろしくね、ブラスターブレード。なんてカードに話しかけちゃってるんだから、変なあいち。なるほど。あいちくん、君が相手ならいい風を感じられそうだ。それは君自身が先導者となってファイトするカードゲーム。イメージしろ。イメージはお前の力となる。メンバーが揃い踏みだもんな。チーム NWO の勝ちは決まっても当然ね。お、アジアサーキットのトップスターが揃うだけあってすごい盛り上がりですね。いやー、告知した甲斐がありましたよ。美咲ちゃんには猛反対されましたけど。アイチお兄さん、いいぞ。今日はぶっちぎりで勝ちましょう。頑張れよ。敵と一緒に登場とかありえないけど。あの今日はよろしくお願いします。あの今日はエミさんのために俺の勝利を捧げる。任せろ、チーム Q4 の諸君。あ、アジアサーキットトップ3だかなんだか知らねえが、最強の森川様が来たからにはひとひねりだ。おい、どうやってひねるんだよ。俺たちは応援でしょうが。応援なんかいらねえよ。俺にはこのエミさんという勝利の女神がついてるからな。ねえエミさん。今日はアイチがお世話になります。よろしくお願いします。なに、俺の方こそ。エミさん、挨拶なんていいんですよ。女神の微笑みは俺だけのものなんですから。バカじゃないの。何が女神よ。裏切り者には疫病神がお似合いよ。なんだと。何よ、
はい、2人ともそこまでです。決着はファイトでつけましょうね。それではただいまよりチーム Q4 対 NWO のショップ対抗戦を始めます。先に3勝したチームが勝利という至ってシンプルなルールですが、皇帝さんがまだみたいですね。すまん、いつものことだが遅れている。おい、ずいぶん余裕じゃねえか。俺たち Q4 を舐めてかかると痛い目を見るぜ。最長は俺様だ。流れを一気に引き寄せてやるぜ。なら裏切り者を始末するのは私よ。かかってらっしゃい。行くぞ。スタンドアップ、バンガード、俺様ダイド、バトルライザー、案内するゾンビグランブル、豪気のデッキと同じってわけか。おい、勝つ気あんのかよ。こんな小学生出してきてよ。グリーンシェードでバンガードにアタック。ノーガード、いいぞ渚。渚はこの時のために俺と猛特訓を重ねてきたんだ。辛くそして苦しい特訓に見事に耐え抜いたんだ。そこだ渚、やっちまえ。裏切り者はさっさとやられちゃいなさい。まさか渚のやつがここまで強くなってるとは。こいつは暴気の妹、弱いわけねえ。けど来い、バーストライザー、アクラカイザー、一気に行くぜ。ゴー、させないんだから。裏切り者のあんたなんかに。あ、イマジナリーギフトのパワーの乗ったアタックを防がれた。そうだ渚、裏切り者のカムイ、これが私の実力よ。確かにすげえよ。でもでも、俺は諦めねえ、諦めねえぞ。ヴァンガードでアタック、スキル発動。さあ待て、俺のアシュラガイザーたち。Yes, my ヴァンガード。リアガードスタンドによる波状攻撃、ノバグラップラーの真骨頂だな。さらにバーストライザーのスキル、スタンドしパワープラス3000。ノーガードよ。ツインドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、ゲット、フロントトリガー、前列のユニットにパワープラス1番だぜ。行くぜ。勝者チーム Q4、 カツラギカムイくん。おお、すげえ。やったねカムイくん。ああ、まずは一生か。お兄ちゃん、おお、渚、よくやったぞ。いいファイトだった。よしよし、あいつが悪い、あいつが悪いな。なんでだよ、俺は正々堂々と勝ったんだぜ。俺ってすげー。見てくれましたか、エミさん。何があっても女の子泣かせるの最低。エミさん、ごめんね、カムイ君がひどいことして。大丈夫？ありがとう、叱っといてね、エミさん。それでは次のファイトいいですか。ジホ、前に。貴様、可愛い妹を泣かせた罪、その身をもって償え。で、次は俺じゃねえよ。お兄ちゃん、頑張って。あお、こんな無名店のファイターなんざ、誰が来ようと俺が蹴散らしてやるぜ。無名店、私がやる。おいおい、店員が相手かよ。いくら無名店だからって店番は大丈夫なのか。ご覧の通りよ。はあ、覚悟はいいかい。
かかってきな。スタンドアップ、バックアップ。ライド伊達男ロマニオ、ライドサークルメイガス、おいで。オラクルガーディアン、ジェミニー、覚悟しな。まだまだレジストボーイサイト。やるな。だがライド、ルインシェイド、ライドされたロマリオのスキル、山札より3枚ドロップゾーンへ送り、ドロップゾーンからイービルシェイドを手札に。戦をやろうども、展開してきやがった。おっと、まだまだ。ドロップゾーンよりロマリオをスペリオルコール、霊を渇望せしさまよう死者よ、我が元に来たれ。さあ、マイバンガード。ドロップゾーンからのスペリオルコールで盤面を整いやがった。まずはナイトミストでアタックで、ラックバード。あー、よーし、ガンガン行くぜ。ルインシェイドでヴァンガードにアタック、スキルでパワープラス4000、ノーガード。よっしゃ、ドライブチェック、クリティカルトリガー。パワーはブルーブラッドに、クリティカルはヴァンガードに。続け、ブルーブラッド。ノープロブレム、マイヴァンガードは。やべえ、一気に3ダメージ守っていきやがった。どうだライト、プロミスドーター、来い。サークルメイガスのスキル、1枚ドロー。ジェミニを攻撃に移動、サイレントトムをコーフ。サイレントトムのスキル、パワープラス6000。俺に任せな、マイヴァンガード。いえ、まずは私から。今よ、サイレントトム。イエス、待ちかねたぜ。サイレントトムのスキル、このアタックはノーマルユニットではガードできない。やるな。だったらトリガーユニット、お前の出番だぜ、ナイトスピリット。はい、よいしょ。ああ、惜しい。もうちょっとで逆転できたのに。惜しかったですね、愛知お兄さん。うん、でもすごいよ、あの豪輝さんを相手にここまで。お兄ちゃん、いっけー。任せろ、渚。ライド、スカルドラゴン、イマジナリーギフト、プロテクト。スカルドラゴンのスキル、ドロップゾーン1枚につき自身のパワープラス2000、6枚でパワープラス12000、ルインシェードコール、育成野郎ども。絶対防げ、ミサキさん。苦戦ナイトミスト、お願い、逃げ。やるな、ならば俺が。ノーガード。ダメージチェック、クリティカルトリガー、効果は全てヴァンガードへ。やったぜ、ダメージトリガー。アメーよ、ルインシェードでヴァンガードにアタック、スキル発動、ルインシェードにパワープラス4000。その手ならもう知っている、ガード。おお、すげえ、守りきったぜ。うん、カムイ君のおかげだよ。え、俺のですか。うん、さっきのカムイ君と渚ちゃんのファイトで、美咲さんグランブルーの特性をずっと分析していたから。お、
対策ができてりゃ勝率は格段に上がる。ファイターたるもの、まず相手のクランを知れってね。ライト、インペリアルドーター、イマジナリーギフトプロテクト。インペリアルドーターのスキル、山札の上から2枚見て1枚を手札へ、もう1枚を山札かソウルへ入れる。私は山札へ。ってことはトリガーか。うまく戦略を立てやがったな。無名店のファイターにしとくのはもったいないぜ。無名無名言いやがって、ルセーンだよ。さあ行くよ。おー、よし、銀色サークルメイガスはスキルでパワー6000。いけるぜ。ああ、ボヤージだがなんだか知らないけど、レジストフォーリファイト。ガード、こいつには負けられない。トリガーぐらいもらってやら。ノーガードだ。スイングライフ、ファーストチェック、クリティカルトリガー、パワーはサイレントコムへ、クリティカルはヴァンガードへ。さあ、まだまだ。いいえ、これで終わりよ。サイレントトムでヴァンガードにアタック。よっしゃ、お兄ちゃん。譲らねえ。いや、譲れねえ。完全ガード、トップの陣全てを吹き飛ばすぞ。よっしゃ、守ったぜ渚。うん、届かなかった。しかし、あんたすげえよ。すげえが、俺も兄として守らなきゃならねえもんがある。悪いが勝たしてもらうぜ。ライト、魔の怪異能をバスカーク、イマジナリーギフトプロテクト。魔の海域の王バスカークのスキル、ドロップゾーンは10枚以上、よってパワープラス5000、クリティカルプラス1。ドロップゾーンにカードがあればあるほど強くなる。これがグランブルーよ。来やがれロマリオ。はいはいさ。ロマリオはスキルでパワープラス4000、さらに魔の海域の王バスカークのスキル、ルインシェードは退却。ドロップゾーンからスカルドラゴンをセリオルコール、イービルシェード。スカルドラゴンが2体。さあ行くぜ野郎ども、この生き残りをかけた戦い、準備はできているんだろうな。さあ負けるわけにはいかねえ。俺が負けたら渚が悲しむ。そんなこと絶対にあっちゃならねえんだ。兄の誇りにかけて勝つ。防ぐ、絶対に防ぐ。手札よりプロテクトで完全ガード。面白い、ツインドライブ。ファーストチェック、クリティカルトリガー、効果は全て右のスカルドラゴンに。セカンドチェック、クリティカルトリガー、効果は全て左のスカルドラゴン。やった、ダブルクリティカルだ。両方は防げない。いけスカルドラゴン。勝者チーム NWO、 大文字豪輝くん。さすがお兄ちゃん。だがわからねえな、どうしてあんたみてえな強いファイターがこんな無名店に。お兄ちゃん、お兄ちゃんが無名無名って言う
そうなのか。悪い。だったら本当にすまん。俺、無名無名言ってこんな無名店の店員だが強かったぜ、お前のヴァンガード。あんたもね。ごめん。大丈夫ですって、まだ1対1。いいファイトでしたね、美咲さん。ありがとう。ああ、すまないすまない、乗る電車を間違えてしまったんだ。誰だ、僕とファイトするのは。そうか、間違いない。その瞳の奥に隠された闘志、君が孤高のファイター、甲斐俊樹だ。いや、すまない、違ったな、ついうっかり。君だね、間違いない。君とのファイト楽しみにしていたよ、甲斐俊樹。なら来い。我が妹よ、いいファイトだったぞ。特訓の成果がバッチリ出ていたな。でも負けは負け、私の手で裏切り者を始末するはずだったのに。なぎさよ、ヴァンガードは大海原のごとく広い。帰ったら俺の特別メニューで猛特訓だ。特別メニュー？トロピカルパフェにプリンアラモード、さらになぎさをイメージして作ったスペシャルなぎさあんで、肩もみ剣付きの豪華スペシャル仕様。